さて始めるか。負けたぜ。Thank you.
Thank you.
さて、始めるか。さて、始めるか。
の勝ちだな。さて、始めるか。負けたぜ。Thank you.
Thank you.
素敵な浴室があるなんて。ちょっと驚きました。あはは、どう考えても文校長の趣味だと睨んでるけどね。そういえば第二の宿舎になるときに大規模な改修がされたそうですね。もともとは没落した領主の屋敷だったそうですが。ええ、そうらしいですね。10年ほど前、悪徳商人に騙されて借金を作って領地を手放したそうで、今では外国で事業を立ち上げ頑張ってらっしゃるみたいですけど。そうだったの。はあ、相変わらず情報通ね。なんだかどこかで聞いたことがあるような。Thank you.
一緒に入るんですか？邪魔をするぞ。圧倒的ですね。お先に失礼しております。妹子もいることだし、たまには生徒と裸の付き合いも悪くないと思ってな。気にしないでゆっくり使ってね。やはり風呂はいい。しかし乙女らしく盛り上がっていたようだが、なんだ、シュバルツァを落とす話でもしていたのか？落とすって？はい、そうなんです。そんな話ではなかったと思いますが。ふむ、少し指南をしよう。あの手合いは八方美人に見えて驚くほど一途で頑固ですらある。ならばいかに雰囲気を作って己が土俵に引き込むかが肝要だろう。そうなんですか？少々興味深いです。一途で頑固なタイプはいかに雰囲気を作るか。先輩、これは聞き逃せませんね。もう、ミューズ？あ、もう、文校長！お時間です。トリスタ放送が6月11日夜9時をお知らせします。皆さん、日曜の夜はいかがお過ごしでしょうか。6月も半ば、そろそろ1年の半分が過ぎるんですね。長かったような短かったような。そんなこんなで今年もやってきました。そう、夏至祭の季節ですね。この時期各地で開かれる伝統的なお祭り、デートだけは一月遅れですが、土地によっていろいろな催しが開かれるのが特徴ですね。個人的におすすめするのはやっぱり海沿いのラマール州でしょうか。カイト・オルディスでは恒例行事として
湾内に無数のかがり火を浮かべることで有名ですね。残念ながら去年は諸事情で自粛されたため、楽しみにしている人も多いのでは？そういう私もその一人です。夏至祭の雰囲気をしっとり楽しみながら、ショットグラスの氷をカランと回して。そんなロマンチックで、大人の夜を過ごせたら素敵ですね。そうそう、ラマール州といえばお楽しみはカイトだけ。沿岸部にはビーチなども点在していますし、新鮮な海産物を使った料理も魅力的ですね。峡谷地帯の歓楽都市ラクウェルはカジノや小劇場が有名ですし、あとは沖合にあるブリオニア島かな。定期便こそ出ていませんが、豊かな自然と古代のロマンにあふれた知る人ぞ知る穴場スポットなんだとか。夏至祭を堪能した後は海水浴にギャンブル、ボートを借りての歴史探訪なんかもありかもしれませんね。から話しておいてくれって頼まれてもいたし、少しだけあの子たちの過去とヘクセンブリードについてね。エマにビータ。とある里を拠点とする一族の末として生まれた二人の娘たち。ビータは早くに両親を亡くしたけど、その天賦ともいえる才能を見込まれ、オサの一番弟子として引き取られたわ。一方、エマの母親はザイヤの魔女。世俗の町で暮らしていたけど、不幸な事故で命を落としてしまった。エマは幼くしてオサに引き取られ、そして二人は実の姉妹のように育ったわ。オサが生み出した二匹の使い魔もそれぞれ与えられてね。あふれるビータにちょっと引っ込み思案のエマ、ど
ちらも良き魔女として成長し、穏やかな日々が続いたけど。16歳の時、ビータが巡回魔女に志願したの。里の外、世の情勢を見極める役目。オサは安心して送り出したけど、半年でビータは消息を絶ってしまった。帝国のみならず、大陸全土にまたがり暗躍する結社、ミクソの首領たるグランドマスターと開交し、魔女としての使命を捨ててしまったの。オサは随分後悔したみたい。過去にも似たようなことがあったのに、どうして警戒できなかったのかって。慕っていた姉を失ったエマのショックはそれ以上だった。あやつのことは忘れようというオサの言葉にも納得せず、その日からひたすらに修行と勉学に励んでいったわ。同じ巡回魔女となっていつか姉を連れ戻せると信じて。そうしてエマは16歳になり、渋るオサから巡回魔女の資格を認められた。ザイヤの魔女なんかの協力も得て、トールズを受験し、小学生の資格も得て。そして17の春、あんたたちと出会った。まあ、部外者には禁じられてるけど、あんたたち7組はもう身内でしょうし。オサが認めてくれるよう、そのあたりはエマが掛け合ってたわね。ああ、自分で言いなさい。近いうちにまた会うんでしょ。リスナーの皆さん、それでは今週はこのあたりで。セリーヌ、リン君も今夜は早く寝た方がいいわね。まったくあのアーマは多分因果を先読みして、私たちにだけ聞こえるメッセージを録音に仕込んでいたみたいね。うん、ええ、エマも届きつつあるけど、ビータの魔女としての力は強大よ。それでも万能じゃないわ。結局鉄血宰相にしてやられて、結社にも追われてるみたいだし。1年半前の高魔城の出現で結末を変えようとして失敗したとも。ビータはふざけた性格だけど、適当な嘘やデタラメは言わないわ。必ず存在するのよ、その危機は。選別代わりね。ペンダント頼りとはいえ、あんたも力を制御できるようになったし。
明日の朝、あんたの妹と一緒にお暇ますることにするわ。今度会うときは、7組全員の再会に立ち会うときかしら。